はい、どうもビタズファクトリー工場長ビタでございます。よろしくお願いいたします。今回紹介するカメラですが、三洋の X1250X1250 ですかね、という機種でございます。三洋のカメラで12メガピクセルのカメラなんてあったんやっていう、感じなんですけど、あったみたいです。結構なんか三洋っていうと今まで何台か紹介しましたけど、動画に強いカメラ的な、ものが、まあ、出てました。で、まあこれはそういう売りは特になさそうかなと思うんですが、まああの初心者に優しいっていう感じのカメラで、なんか音声ガイダンスみたいなのが、ついてたりして、まあ余計な機能やなっていうことですぐオフにしましたが、カメラ使ったことない人とかが、使うにはすごいいいカメラなんじゃないかなと思います。では早速電源を入れていきます。はい、画面がですね、ここ液晶死んでるんですよね。原因は分かんないです。なんかこのカメラ結構こういうことが多いということで、ネットで見てたら書いてました。持病っていうんですかね、なんからしいです。で、まあ別に撮った写真に関してはこういうのもちろん映ることはないんで気にせず、使いました。で、ズームは、こういう感じで結構寄れるんじゃないかなと。3倍、焦点距離がですね、もともと結構あの透明っていうか画角が狭いので、ズームするとですね割と寄ってる感じになります。3倍ですけど。で、シーンモード今回使えませんでしたね。使えませんでしたっていうかずっとなってたんですね。ビビッドモードになってましたね。コントラスト、セピア、モノクロ、あ、いろいろできるんですね。最初あの使いながらここまでできると思わなかったんで、もっといろいろ使えばよかったです。で、ここ十字ボタンですね。フラッシュ、セルフタイマー、マクロ、これ何、画面の表示切り替えかな。で、真ん中で、あ、真ん中が画面の表示切り替え、これ何、説明を出すみたいなことですかね。で、メニューボタンを押しますと、ちょっと見にくいんですが、解像度、圧縮率、静止画、手ブレ補正。これ手ブレ補正って何なんですかね。なんかそういうのついてる感じではなかったんですが、まあでも確かに手ぶれはした写真はありませんでした。まあ日中撮ってますんで普通手ぶれしないですけどね。電子的な手ぶれ補正がしっかりついてるのか、それともなんか別のからくりがあるのかちょっとわかんないんですけど。で、あとフォーカスが9点かスポットかAFC か。これ AFC かっていうと動かせるっていうことですかね。 AFC か使いたいけど、わかんないですね。どうすればいいんだろう。あー、ロックか。 AF ロックし追尾します。コンティニュアンス AF 的なことみたいですね。で、速攻モード、多分割、中央重点、スポット。で、ISO64 から、設定できるのは、まあ、結構利点というか、いいと思います。で、ホワイトバランス、露出補正、歪み補正とか使うとちょっと画像がおかしくなりそうですけど、そういうのもついてます。で、オプションメニューというところに行きますと、まあ、この辺は、だいたいまあどのカメラも似たり寄ったりですね。うん、っていう感じで、まあ簡単カメラですね。マクロ結構寄れた気がします。使ってた中では。どうや、
割と寄れるんじゃないかなと思います。ズームの位置とかにもよりますよ。で、肝心の写りといえばそんなに悪い感じは僕はしなかったですね。僕の目から見た感じは、なんか他のっていうかネットでこういうの、紹介してるページとか、見てるとなんか良くないみたいな、全然あかんみたいな感じで書いてたんですが、まあ僕個人としては、まあ、普通かなと。普通というかあかんっていうことはなかったですね。まあ細かいところまでちょっと見てないんですよ。まあその辺は、最後にですね、作例を入れたいんでそちら見ていただいて、判断していただければいいかなと思います。で、まあやっぱり鬱陶しいですね、これ。こんだけこう欠けてると画面がちょっと使いにくいですね。まあ普通に撮る分には問題ないんですけど、なんかやっぱり邪魔やなって思いますので、まあ、わー、切れた。もし余ってる部品、家に余ってる部品、液晶も、ぼちぼち余ってますんで、その辺でですね、付け替えできるようなものがあったらちょっとまた工作してみたいなと思います。では、今回紹介したカメラは三洋の X1250-1250 でございました。最後作例をご覧いただきます。では今回もご視聴いただきましてありがとうございました。